どうもアロハチャンネルです。今日はね、速報でこちらをお伝えしたいと思います。今ね、プレミアムバンダイの魂ウェブ商店の、ホームページを見ると、こちら SHP ギアーツ仮面ライダースナイプ、シミュレーションゲーマーレベル50ということでね、スナイプレベル50がすでに発表されていました。で、早速ね、順番にこう見ていきたいんですけど、このね、必殺技のシーンもきちんと再現できるみたいですし、ほんとかっこいいですよね。 LVUR シリーズ普段よく使うんですけど、色合いとしてもね、すごく重厚感があって、なんか本当によりかっこいい感じがありますよね。重みのある印象を受けます。で、このデュアルガシャットもめちゃくちゃリアルそうですよね。今でこそね、デュアルガシャット2つありますけど、当時は1つしかなかったんで、1つはレベル50、1つはレベル3っていう形ですね。で、ただ多かったのはレベル50とレベル5が多かったような気がします。はい。で、価格は6480円税込みで、7月21日、今日の午後4時から、予約開始で、12月発送ということでね、エグゼイドやっぱり8月終了っていうことだったんで、3ヶ月ぐらい後に届くっていうことで、新しいライダーが始まって楽しんでるくらいに届く感じにはなりますけども、すごく楽しみですね。で、写真をちょっと見ていくと、これがね、アップの状態ですけど、めっちゃかっこいいですよね、本当に。LVUR シリーズだとね、ここの部分がこうパカッと外れるような、浮いてるような感じだったんですけど、やっぱ SH フィギュアーズはね、素晴らしいですよね。で、これが全体的な感じ。で、これはどういう状態？右手だけがちょっと上に上げてる感じですかね。さっきの状態と比べると。で、これは構えてるシーンですね。これもめっちゃ様になりますね。早く遊びたい。で、これが、さっき見た必殺技のシーンですね。で、これバーンと打ってね、その衝撃で結構後ろに下がるっていうシーンはすごく記憶にありますけど。で、これが側面、めちゃくちゃかっこいいですね。本当に重厚感がすごい。で、これもさっき見た分ですね。で、ファンタジーゲーマーに関してはまだ発売されていないので、スナイプの方が先にレベル50が出たという形になりますね。はい、そんなところですね。ということでね、今回カメラでスナイプシミュレーションゲーマーレベル50の SH フィギュアーツが、発売開始ということでね、速報でお伝えしました。アロハチャンネルもね、必ず購入してレビューしたり、ストップモーション動画でアップしたりしたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。普段はね、ストップモーション動画レビュー動画してますので、この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それでは本日もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。